はい、皆さんこんにちは。学習塾ネスト福知山の理科です。今日はですね、大気の様子を観測するということで、晴れだったり曇りだったり雨だったり、暑い寒いとか、そういった話を、実際、観測するときには、理科ではどういうふうに、記録として残すのかっていう、そういう話をしていきたいと思います。で、今言ったみたいな気温とか湿度、ね、湿度っていうのは空気の湿り気具合を表すものですね。で、気圧は大気に重さがあって、それによって生じる圧力のことを気圧と言いました。風向、どこから風が吹いてくるのか、風速、ね、風感じるときに、強く風を感じるときと弱く風を感じるときに、風の速さ違ったりします。で、雲量、雨量、雲径というふうに、こういった、大気の様子は様々です。で、こういったものを気象要素と言います。気象要素で、気温、湿度からちょっとまず言っていこうかなと思います。で、これは、多分学校で実験するのかな、ちょっとわからないんですけど、この実験結果を用いて問題を解いていったりとか、この気温、湿度を、見たいときに、間質計っていうのを用います。で、この間質計の読み取りであったり、それを用いて、じゃあ、湿度何パーセントなのかとか、そういう話はよく問題で出たりしますので、ちょっと説明しておきます。で、間質計っていうのは、間球温度計と湿球温度計っていう2つの温度計があって、で、何度って出てきます。で、例えばですね、間球の方が17度、湿球の方が14度だとすると、気温はこっちで分かります。気温だから外の気温が17度っていうふうに分かります。あ、ちょっと言うの忘れてましたけど、この間質計はどういうところで、見るかというと、大体地上から1.5メートルで、風通しが良くて、日陰。の場所で置いて観測します。で、間球の方で気温が分かります。で、湿度はこの湿球の方の温度計を読み取って、湿度表っていうのがあります。で、ここから湿度を読み取っていきます。で、まず気温が分かれば気温のところをチェックしますね。で、右側の温度計は14度を示します。示しました。で、間球と湿球の差を取ります。3で出てきますね。で、差を見てください。で、ここと、ここの値が湿度になります。湿度はパーセントで表します。答えは70%というふうになります。で、実際に試験なんかでは、こういう実験結果とか指導表がボーンと出されて、で、この湿度を用いて計算問題をしていったりします。はい、いいですかね。で、続きまして、気圧ですね。前回の動画で説明しました、大気の重さによって生じる圧力のことを大気圧と言って、気圧と単に言ったりすることもあります。で、気圧は特にその問題に、気圧計を読み取るとかあんまり見たことないんですけど、実際どんな風に気圧を測っているのかというと、アネロイド気圧計であったりとか、水銀気圧計というものを使って気圧を読み取るわけですね。軽くだけ説明すると、アネロイド気圧計っていうのは、時計みたいな感じで、気圧がどれぐらいかっていうのを示してくれます。で、この針が動くのはどういうことが原因で動くのかというと、この気圧計の中に真空のところがあって、その真空の場所が外からの空気の圧力によって膨らんだり縮んだりする。その動きを針と連動させていくわけです。そういう気圧計です。水銀気圧計っていうのは、この水銀が入った
って、まあ、大気の圧力によってこの水銀のこの水銀柱がこう上下に動くわけです。そこで気圧を読み取るわけです。こういったものがあります。風向と風速、風向風速計を用いてやっていきます。たまに家の、屋根の上にあったりすると思うんですけど、なんかこんな形をした、まあ、プロペラがついていて、ここね、まあどこから風が吹いてるのかとか、このプロペラが回ることで、風の強さどれぐらいなのかっていうのが測る機械ですと。風向風速計というのがこんなんです。で、続いて天気や風の様子の表し方ですが、まあ、晴れたり曇ったり、どういうふうに表すのかということですけど、まあ、晴れと曇りの定義をまず説明したいと思います。で、この雲量っていうのは0から10までの段階で表すことができて、まあ、大気をこの雲の量、雲が全部雲で覆われたときは10とするというわけです。割合ですね。で、0とか1とかのときは快晴。まあ、雲一つない天気を快晴と言いますが、全体を10としたとき、雲が1割だけあるときも快晴です。で、2から8まで。ね、全雲がかかってるけど、8割程度。ね、見た景色の8割程度が雲に覆われているときは晴れです。で、雲が覆われている割合が9であって10、まあ、全部覆われているときは曇りとなります。で、晴れと曇り、こういった意義があります。他にも天気ってありますよね。雨とか雪とか、雨とか雪とかっては実際に目で見て感じることもできますし、わかりますね。まあ、雷とかもピカッチカッと音がしたら雷ってことはわかると思います。で、天気記号ってのがあります。1,2,3,4,5,6,7,8,9、まあ、9個ぐらいちょっと覚えておいてください。快晴、まん丸です。で、晴れ、ね、この雲はあるけれども晴れているやつですね、はい、真ん中に線引いてください。曇りは二重丸、雨は黒丸、雷は、こんな感じ。雪はこの雪の結晶をイメージした形になってます。あらあれ、霧。霧と曇りと似ているけど、中が黒丸になってます。天気不明の時は、バツ印をつけます。天気不明ってのはどういう時かというと、実際の天気は、まあ、もちろん人の目で見て判断することもありますし、こう海の上で船で観測することもあったりします。そういった観測したデータっていうのは、もちろん人が口で伝えることもありますけど、まあ、基本的に機械を使って送るわけです。その機械に故障なんかがあったときには、まあ、天気の様子がわからないので、そういうときには天気不明というふうにします。ね、はい。じゃ続いてですね、雲形の話ですね。まあ、雲といっても、様々な形をしています。で、まあ、もちろん、まあ、虹の色が7色であったり6色であったりとかありますけど、まあ理科の中ではこの雲の形は10種類だというふうに言われています。これこの図を見てください。で、この図はこれ今人が立っているこのところから上空5キロメートル、10キロメートル、それ以上というふうに表していて、大体その雲の種類がどれぐらいの高さのところに存在するのかっていうのを表しているものです。よく夏場に雷をイメージすると思いますけど、積乱雲というのはこのもくもくっとこうできるし、まあ山とかでこの低く広がっているような雲のことを層雲と言ったりしたりします。まあ、特別10種類全部名前を覚えないといけないわけでもないですが、まあこういうのがあるんだよとか覚えておいてください。だいたい基準となるところなんですけど、飛行機がどれぐらいの高さ飛んでるかというと、だいたい上空5キロから10キロの間を飛んでいると思ってください、飛行機に、は
その次、風光十六方位。今、図に書いてあるのが八方位ですね。東西南北。間、北と東の間、北東、ね。ここ北西。下は南東、南西です。十六方位は、この、ここのまた間のことを言っていきます。なんですけど、覚え方、ね、この、ここの間の場所は、北東よりも北にあるから、ここは北北東。北東と東の間にあるから、ここは東北東っていうふうに名前が付けられていますね。ここだったら南東よりも東寄りだから、東南東。ここだったら南南東、南南西、西南西、西北西、北北西みたいな感じで覚えておいてください。いいですかね。で、最後、風速。風速は0から12階級っていう風になってます。で、この天気記号とセットで図に表すことがよくあるので覚えておいてください。例えば今これ、晴れを表していますね。晴れ。で、北東から吹く風です。ね、北東の風っていうと、北東から吹いてくる風ですね。いいですか？ここ間違えないようにしてください。で、風力これ2です。だから、北東から、来る風で2だというわけですね。で、この階級なんですけど、全くの無風が0。で、12はどれぐらいかというと、風速大体 32.7。メートル毎秒ぐらいの強い風の時は12になります、ね、例えばそういう時は雨が降っていて、例えば風が北東から吹いていったら、これ12の時どういうふうに表すかというと、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 こんな風にして表します。で、こういった 32.7 メートル毎秒とかいうふうな強い風が吹いている時のことを何て言うかというと台風というわけですね。はい、いいですかね。結構盛りだくさんで話をしていきましたが、まあ、大気の様子、まあ、表し方覚えておいてください。実際にこの、天気図、天気記号とかを表しなさいとか、後に勉強するこの大気の、なんていうんですかね、雨がどうやったら降るかとか、前線の話とかとまた、セットで覚えておかないといけないことなので、ここすごく大事になってきます。はい、しっかり覚えて、勉強頑張っていきましょう。以上で動画終わります。ありがとうございました。